トゥトゥガシガンベクトゥバライリトゥラヤマトゥトゥガシガンボラクトゥヌニャエダニカガランエキャラバン隊がやってきたのは飯田市の標高1000メートルほどの高所下栗。下栗地域は日本のチロルと呼ばれるほど、標高800から1100メートルの急傾斜地にわずかな畑や民家が点在している場所だ。ここで飯田市副市長の渡辺さんに話を伺うことができた。もともとは、この地域は、富山地域、上村っていうのと南信濃村っていう2つの村があったんですけどね、平成17年の10月に、飯田市に合併をしたところなんです。ここはもともとはやっぱりその林業親なんかでずっとなりわいを立ててきたところだというふうに思いますし、民族芸能やなんかが残っていて、そういう面も含めてその飯田市の重要な魅力の一つを構成している地域だというふうに思います。他で見たことのないようなお祭りっていうのがあるようですね。そうですね、下月祭りって言って、全国津々浦々から神様が集まってきて、っていうような、湯立の神事やなんかが有名ですし、宮崎駿監督が千と千尋の神隠しだったかな、なんかこうインスピレーションを得たというか、なんかそんなようなお話もちょっと正確ではないかもしれませんが、お伺いをお聞きをしていますね。十五社大明神にやってきた。副市長が言うように、ここは千と千尋の神隠しに登場する銭湯のシーンのモデルだという下月祭りが行われる場所である。下月祭りは下月という言葉が指すように現在の12月頃に行われるもので、その場所だけでもいいから見れないかと思った。ちょうどこの日も何かの祭りがやっているかもしれないと案内をしていただいた方に伺った。聞いてみると撮影可能であるという。とにかく見てみよう。神は喜ぶ、悪魔は避ける。
それでは早速先ほどにお物に移っていただきます。体勢をよろしくお願いいたします。これは掛け踊りと呼ばれるもの。何でも雨乞いの踊りであるという。その歴史は少なくとも江戸時代からは続いていると言われているが、その起源についてはどうもはっきりしていないのだという。一説では疫病や日照り、圧政などを鎮めるために住民たちがここの産砂神へ祈ったものであるとか、あるいはここまでお忍びてきた平家の一族が伝えた踊りであるとか。高い山の斜面にある下栗地区では昔から夏場の干ばつが深刻で、雨乞いをして豊穣祈願をする願掛け踊りがかなり大事なものであったという。戦争中は中止を余儀なくされていたが、有志により昭和47年頃に復活した。東西東西押し詰まれで始まる13番までの雨乞い歌を合計10人の踊り手が歌い踊る。